皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道平です。歯科衛生士のマンダです。本日は今更聞けない歯科知識コーナーということで、こちらのご質問をいただいております。フランクフルト平面、カンペル平面について教えてくださいということで、先生いかがでしょうか。はい、もうこれ学生の時の復習になるんですけども、実際の臨床の生かし方についてもご説明しますのでご覧ください。まずカンペル平面からご説明していきます。カンペル平面はどこの点をつないだ線かというと、この耳下点ですね、鼻の下のところと、あと耳受上縁、この耳の手前のところの膨らみの上のところの線、これをつないだ線がカンペル平面になります。でカンペル平面っていうのは咬合平面と平行になってるっていうふうに言われています。ではですね、フランクフルト平面なんですけども、どこの線をつなぐかと言いますと、この外耳道、耳の穴の上の部分、上縁の部分ですね、とあと眼窩下口の下縁のところ、ここのくぼみのところですね、ここの線をつないだのが、フランクフルト平面になります。でこのフランクフルト平面はパノラマなどの位置づけの時に横線が出ると思うんですけど、横線はここの耳の穴の上のところと眼窩下縁ですね、目の下のこのくぼみのへこんでるところ、ここの辺りをつないだ線になりますので、パノラマの時は必ずこの線を合わせていきます。これがまあずれてたりすると前視部のところがぼやけたパノラマ像になったりもしますので、まあ、指標をここきちっと合わせていただけたらと思います。先生ありがとうございました。パノラマの時はフランクフルト平面で合わせるというのがよく分かりました。ぜひ皆さん明日からの臨床にお役立てください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきます。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。